どうも、みそにとみです。最近の購入品を紹介します。スターチス、つけえり。こちらのスターチスというブランドはつけえりのみを作っているブランドでして、原宿のとんちゃん通りにあるスタンドっていうショップで買いまして、このショップ自体も結構最近できたばっかりのお店でして、で、このお店がある場所がですね、今までキンセラっていう古着屋さんがあった場所なんですね。キンセラっていう古着屋さんが今1階にあって、その跡地というか、もともと地下でやってたお店がショップになって、キンセラと共同経営してやってるそうなんですけれども、そこのショップで購入しました。ねえ、まあ可愛いでしょう。一見すごくこう主張の強いアイテムじゃないですか。だから洋服とかに合わせづらいかなって思うじゃないですか。そんなことないんです。今日の私の格好、これワンピースなんですけど、ちょっとここフリルがついてますけど、全体の作りとしてはすごくシンプルな、ちょっと物足りないかななんていう作りですよね。そんな時にこれスケールドですけど、こんな感じでめちゃめちゃ可愛くないですか。印象がガラッと変わりますよね。このワンピースだけだとちょっとこう生地のこう光沢の感じとか、あとシルエット的にもちょっと大人っぽい女性らしい感じでしたけど、ここにですよ、猫ちゃんいますから、遊び心、本当に印象がガラッと変わって、今までこう使ったお洋服の印象がもうガラッと変わりますよね。こんな風なこうドシンプル、白 T に黒のタイトスカートっていう、まあ、ドシンプルな格好で、まあ、夏場は楽なんでこういう格好私よくするんですけど、こういう時にもこの襟をつけるとこんな感じです。全然印象違いますよね。ちょっとこうお姉さん風な感じだったじゃないですか。色味的にもこのトーンでまとめてたので、それに同じモノトーンといえど、やっぱりモチーフが猫ちゃんですから、猫ちゃんですから、まあ可愛らしいですよね。しかもやっぱり襟がついてることによってこう上品さもありますし、こう女性らしさというよりこう女の子っぽさがすごく出て可愛いですよね。暑くなってきてこう洋服がシンプルになりがちな今の時期こそ、このつけ襟すごく活躍すると思います。こんな柄物と合わせても可愛い、こういうトップスと合わせても可愛い、こんなワンピースと合わせても可愛い。私はこの猫ちゃんのモチーフを購入したんですが、これ以外にもウサギとか、あとクマとか、あとハートの形もあったりして、形によってもすごく印象が違って、またどれもその形も可愛かったので、本当皆さんよかったら原宿のスタンド行ってみてください。ということで、みそにこみでした。みそにこみ、みそにこみ。